あっ、こんなとこで何やってんの。おっと、知り合いですか。美人な知り合いが出てきました。見てください、脇のあたり空いてますよ。ナゾリーロー、タッタッタッタ、ナゾリーロー、タッタッタッタ、お前は言ってるその理屈は、ナゾリーロー。やあ、先生気にしてよ。さあ、今回から新しいゲーム実況していきたいと思います。こちらゴーヘル号突き落としていこう。こちらのゲームはですね、主人公の男の人がですね、亡者、つまり亡くなった人を地獄に導くことで生計を立ててるんですけど、そのお仕事として亡くなった人をね、地獄に導き生計を立てる主人公の物語です。このゲームね、結構スチールとかがね、公式サイトとか見たらすごい魅力的で、キャラクターも結構美人揃いなんですよ。多分ね、ゲームを進めていくうちで結構ストーリーとかそういうのを楽しんでいくタイプだとのゲームだと思うんですよ。まあ、なかなか口で説明しにくいゲームかなと思うんで、まあ一見、百聞は一見にしかずということで、早速やっていきたいと思います。はい、ほんまにスチールとか見よったらね、結構魅力的なビジュアルしとるようなゲームだったんでね。チャプター1、地獄へようこそ。うわー、絶対俺声間違ってるな、これ。うわーん。なんか可愛い狼みたいな声になってる。目覚まし。あれ、灯り寝てたっけ。それに、なんだか寒い。寝転んだままの体勢から目覚まし時計を探ろうと手を動かす。するとパシャパシャと水音がした。水？てか、なんか寒い。おお、何これ濡れてる。これだ、みんなこれよ。まずこれで、あ、メッセージウィンドウ消せますね。これ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 、このかわいい女の子、このスチール、こういうね、かわいい女の子スチールがたくさん出てくるゲームです。ぶっちゃけこういうかわいい女の子とか、そういう魅力的な見た目のキャラクターとね、いろんなイベント、そういうキャラクターとのイベントがね、いろいろ見えるゲームなんですよ。え、何この、何もう語彙力は回ってないからね、これ。多分寝起きだから頭が回ってないんでしょうね、これここ星出てますからね、これ頭ぶつけた時ぐらいにしかこの星出ないですからね、これ。っていうか、ここどこ。デスゲームの導入部分みたいなことを言ってますけど。さっきの音だ。何の音っていうか、本当何これ。見た感じ変わったよね。なんでこんなとこにいるんだろう。それ確かに、起きた瞬間こんなビチャビチャだったら、何これや、ほんま。いや待て、思い出せ。放課後にヒーナやナカッチに誘われてカラオケ行って、ユカちゃんとちょっとライムしてから、その辺ブラブラしてきて、それからコンビニのフェア見に行って、ちょっとアイスとか食べて。よくある今時の JK みたいなムーブしてるな。制服やけやっぱり学生なんだろうな、生前は。うわー、もうさっきからオンはうるさいな。あ、ごめん、うるさかった。つぶやいた瞬間、私は少し妙な気配を感じた。なんだか不穏な空気。もしかして、もしかしてだよ、これって音じゃなくて声。もしかしてだけど、
もしかしたけど、ドブロック出てきましたね、これ。なんか震えが。濡れてるせいだけじゃないのかな。辺りを見渡してみるけど、石と川の流れしか見えない。え、三途の川、ここもしかしてこれ。けど空気がさらに重くなったっていうか、そんな感じが辺りに漂っているような気がする。なんもなさそうだけど、なんとなくこのままここにいたらやばいような。てか、心の中に私、さっさと出ないと。このギョッとした顔も可愛いよね。イラストレーターさんが優秀です、これ。私はそう、嫌な花見えてるよ、これ。地獄とかでしてか、よく見るタイプの花見かけるよ、これ。なんていう花だったっけ、これって。俺あんまりそういうの詳しくないんで、よくわからないんですけどね。私はそう言いながら立ち上がると、その場から駆け出した。やっぱここ三途の川か。あ、出たな。ん？うわ、あー、拍手！くそ、なんか肌寒くなってきやがった。こんなことならもう一枚生きてくるんだったぜ。この人がね、主人公の八代っていう人なんですけど、この人が亡者、亡くなった人たちを地獄に送ったりして生計を立ててる主人公です。この人を中心に物語が進んでいきます。この人もね、見た目、人間っぽいんですけど、鬼なんですよ。亡くなった人だけでなくて、鬼っていう存在もこのゲーム出てくるんですけど、この人も鬼です。鬼って言ったらね、角がありそうなもんやろう。でも、そういう鬼っぽい角ないなと思ってね、よく見てみればね、ここあるんですよ、一応角が。なんかデジタルな角があるんですけど、これ。なんだお前は、お前はガンダム EZ8 か。作業もほとんど進んでないってのに。少し歩いてみるが、特に体が温まるわけではない。今から取り戻るのも面倒だしさ、今日はもうサボっちまうか。ダメだタイプの社員。この人一応社長なんですよ。個人事業主っていうでも言うんだろうか。それがいい。別日ってことにしてしまえば何もこんな。だがそれでいいみたいな会議のナレーションみたいなこと言うな、お前。そこまで言って、俺はため息をついた。やっぱダメだ。さっさと金作らねえと電気止められちまう。もう切羽詰まっとるらしいですね。金策的な感じで。お金の面で。さすがにそれは困る。快適にだらけるためにも電気は必須だ。はあ、しゃあね。仕事しよ、仕事。何か掘り出し物でもありゃがいいんだが。掘り出し物ね。これチュートリアルかな？それっぽい展開入りました。清掃場所。清掃って言うらしいわ。清掃業務らしいよ、これ。まぁ、こんな感じで、RPG やけんね、結構コマンド系のゲームなんかな？従業員管理。従業員を連れてくる。マップ。まぁ、名前の通りマップ。総体切り上げて撤収。みたいな感じで、なんか仕事、ほんまに仕事チックなことができますね、これ。HP の概念とか、MP の概念とか、そういうのがあります。まあそんな感じで、いろいろあるんですけど、ターン目標、道具、ヘルスキル、まあいろいろのコメント系の戦いらしいんで、まあちょっとね、複雑なゲームかも思うんで、ちょっと最初の方はね、下るかと思うんで、下りそうな感じがするんで、ちょっとまあ、温かい目で見てもらえればなと思います。行くか。というわけで、ここから上に行くか下に行くかっていうところなんですけども、おそらく。まあ、とりあえず上でいいか。なんか、骸骨おるけど。これ敵かな？敵がいますよ、的な感じなんかな、これ。来た、敵！これが清掃業務の部分か。片付けろ。やつしろ。片付けろ。ゴミっていう名前なんじゃ、もっとなかったんだろうか、それっぽい名前。なんかかわいそう、めちゃくちゃかわいそうすぎる名前なんやけど、これ。
くらえ。あ、あ、敵の攻撃が過ぎか。こんな感じで RPG らしい戦闘が入って、いでででででで、わかりにくいんですけど、こっちは HP ですよね。ちょっと減ったぐらいかな、問題なさそう。さあゴミを駆除だ。の前に噛みつかれる。よっしゃー、まず一体撃破って感じかな。そしてまあ片付ける。結構属性とかもあるらしいんで、その辺もちゃんと覚えていきたいですね。よいしょ、ワンワンを。これは一撃でやってから、オーケー、いいね。こんな感じの結構コマンドで戦うゲームなんでね。さあ進んでいくよ。このまま行くんだったらさあ、あ、マップでこれ全体で見えるんやな。上も下も大して変わりないけど、ま、上でいいか。で、これでまた戦闘かな。きた、ああ、ゴミの色違い見て、ゴミの色違いってなんやねん。でもポケモンだったら絶対色違いって、あ、吐くタイプ。ああ、なんかよくゾンビでおるゲロ吐くタイプのやつがおるかな。あいや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 、吐くタイプ、いや吐くタイプ、いや、おい、洗濯が面倒になるでしょうが、着てる服洗濯が面倒になるでしょうが、コインランドリーとか使わせてもらえるかもしれんような汚れになるね、お前これ。おいしゃーい、あー、一撃しないよなこれ。そして敵の攻撃くらい HP がちょっとやばいんですけど、マップを見る感じだったら戦闘もうこれで終わりだと思うんで、まあそれはそれでいいでしょう。倒した、オッケー、レベルアップ。で、なんか木箱があるんでアイテムがあるかなというところで、道具獲得、なんて読むかわからんけど、砥石かな。ほ、獲物本来の能力を引き出す。なぜか柔らかいので使い捨て。そして次なんかびっくりマークがあるんでイベントかな、これは。あ、なんか始まりそうですね。あー、くそ、ゴミしか見当たらねえ。ここは結構当たりを引きてたんだけどな。ああ、あーっ、こんなとこで何やってんの。おっと、知り合いですか。美人な知り合いが出てきました。見てください、脇のあたり空いてますよ。すごい清楚なお姉ちゃんで言いました、これわ、俺こういう人大好き。お、一ノ瀬じゃねえか。見てわかるだよ、わかるだよって。どこの方言、見てわかるだろ、仕事だ、仕事。うっそ、仕事ってマジで言ってる。激レアじゃん。何がレアだ、顧問だよ、顧問。いつも仕事してるってこと。はは、笑える。辛辣系の幼馴染かな、これは。あ、顧問くらいかな。つか、そっちは何しとん、何しにこんなところ。主任、亡者の移送準備完了しました。オーケー、じゃあ手はず通りに進めてください。完了次第就業で結構です。この人も同業者なんかな。はっ、かしこまりました。はあ、書もここに来て片付けしてたとか、どうでゴミしか見当たらないわけだぜ。来てたのかって、通達があったの見てないの。今日は石切り場大規模クリーンナップの日。完全に出遅れたってことか。せっかく仕事する気になったってのに。やっぱレアじゃん。その話はもういい。多分もう亡者はいないと思うけど、どうする、帰る。いや、一体でも見つけないと電気止まるし、意地でも探す。そういうことならちょっと手伝ってあげようか。こっちも上がりだし、ランチおごりでいいよ。対価支払うタイプのやつやお前。さっきの話聞いてた？電気止められるって言ったよな。うん、残り少ない貴重なお金でのおごりならより美味しそうだし。悪いやっちゃお前、人の金で焼肉食うことに躊躇ないタイプやろお前。そらやぐの性格してんな、知ってたけど。幼馴染に向かってその言い方ある？熱い友情って言ってほしいな。幼馴染に向かってそんな扱いあるって言いたいんですけど、
いや、どう頑張っても評価は変わんねえわ。あー、仲間ついた。あとさりげなく俺の HP 回復してる。おなご、よろしくおなご。この人の戦闘シーンもちょっと見てみたいな。ちなみにこの石の瀬さん、ちゃんと角がついている。この人も鬼なんだろうな。じゃあ二人になったことだしさ、バリバリ戦ってみようじゃないですか。アタックチャンス、アタックチャンス。さあ普通に片付けますよゴミを。あ、なんだこれ。払う。あ、先制攻撃一路勢、よいしょい、よいしょよいしょい、連携攻撃が決まった。張り切りすぎたかも。腰言わすなよ。さあ2人になったんでね、こっちの中ドクロマークが3つもある、ちょっと数が多そうなところ行ってみたいと思います。あれ、なんだこれ、なんか蝶々出てきたぞ。結構テンション高いね2人とも。シバンチョウ、ジャクっていうのが多分属性攻撃で弱点つけとるってことだろうなと思うんで、このなんか強そうなこいつちょっと使ってみたいな。中の、はいはい、あ、全体攻撃でいいね。全体攻撃持ってんのこれ。わお、わお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 、すごい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 。これはシバンチョウってやつがちょっと強そうな気がするけど、こいつ先倒しとった方がいいような気がするな。そして MP を惜しまずに全体攻撃をぶちまけておいてください。一ノ瀬、よっしゃ、長女倒した。単体攻撃でいけるかな、あとは。よいしょよいしょ、オッケー。腰言わすなよ。もうちょい戦ってもええだろう。HP はまだ余裕ありそう。さあ次のお相手はこちら。はいはい、いやいちゃー、いやいちゃー、いやいちゃー。まずは白タイプを撃破。そしてもう一つも多分2回攻撃で倒せるかなというところ。倒したフフフフ。腰を言わせたら休みです。高齢者が働いとる 自営業みたいな感じだったの。さあ次も戦闘、気の済むまで殴らせろ。冷えてるの言っとく。何より幼馴染やけんね、なんか掛け合いがさ、それっぽいなって感じはするよね。さあどんどんいけ、どんどん風、どんどんいけ。相手の方が素早いか、いや、こっちの方が早い攻撃ができてる。いいね。さあ、ここで木箱を手に入れることでアイテムをゲット。なんだこれは、スポドリガー、飲み慣れない味が2倍で登場。ないものにも挑戦すべき。YouTuber 御用達はちょっとまずい系のドリンクじゃないかこれ。さあ、次。あらら、これはまた次か、次へと飲むな。でもゴミ単体やけんな、楽勝でしょう。よいしょー、はい、よいしょよいしょ、オッケー。この辺は余裕、このままもう一個戦闘してもいいでしょう。次から次へとな。 HP は余裕あるね。まずはゴミを撃破。このまままだ2人で、ね、殴ればこのワンワン王も倒せるでしょうかというところ。 OK。 じゃあこのビックリマークイベントかな、これも入りましたねこれ。あー、クソ、マジクソ、本当に猛者が全然いねえじゃねえか。マジで根こそぎかさらってやがる。優秀な職員の見事な手際と言ってくれたな。可愛いけどちょっと腹立つかいう、こういう顔はありますよね。
すごい皆さんこういう顔好きでしょ皆さん。お前は命令してるだけじゃんか。優秀な職員のリーダーってことはもっと優秀ってことだよ八代くん。今度いつかこいつのひどい目にあったところを見てみてえな。流れが優秀だよ、付き合いきれねえ。とはいえちょっとくらいは残ってるって思ってたんだけどな。見事に外れのゴミばっかりだ。しゃあないな、さすがにかわいそうだし、なんかおごってあげるよ。 A 定食でいいよね。それ食堂の一番安いやつじゃねえか。ゴゴ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 、なんだジョジョみたいな擬音語出てきたぞ俺。ちょっと待って、なんか聞こえない？ボスか。うん、なんだこの地響きみたいな。いやちろ、あれ何？誰か助けて。さっきできたトモリちゃんが中に追われてる感じか。このぐるぐるって目もなんか可愛いよねこれ。なんか来る？一ノ瀬が指さした方向から一人の女の子が全力で走ってきた。なんだお前、どっから来た？いえ、自分でもわからなくて。すみません、話すと長くなるんですが、モンスターに追いかけられて逃げてるうちにどんどん増えちゃって、それをトレインしてる最中と言いますか。連結してるやんお前、なんかすごい誘導してきたじゃん。おっと、仕事タイミングですよ。もう稼ぎの聞きましたよこれ多分。思ったより説明短かったな。でお前どこから来た？もしかして猛者か？どこからって、気づいたら知らない場所で。やった猛者確定。おいお電気代やつしろ。喜んでるところ悪いけど、そのモンスター集団ってのが来るよ今まさに。ナウすぐそこ。おマジだ、お前どんだけ連れてきてんだよ。多分コミケ開始しますって言ってさ、開場した瞬間のオタクどもみたいな感じなんだろうな。ドドドドドドドって。逃げてただけなんですけど。あーくそ、さすがに逃げんのは無理か、やるしかねえ。さあやるぞ。お、そこそこ数多いね。とりあえずここはね、弱点つけるやつ単体攻撃、そして一ノ瀬さん全体攻撃をよろしく。おいしょい、めちゃめちゃわちゃわちゃしてる。さあゴミどもの攻撃、連続攻撃を食らう。これでどうだい？全体攻撃があるんがすごい優秀ですな。これで倒したか？あ、2体残った。まあ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 。じゃあ、単体攻撃、単体攻撃で1体ずつ仕留める感じで。よいしょー。はい、よいしょなんとかなった。次の日は筋肉痛ですな。あー、しかしこれキッズ一週間分は働いた気分だわ。やっぱ一人じゃ無理だったでしょう。お、マジ助かったわ、サンキュー。もっと感謝してもろて。A 定食おごるわ。安っ、食堂の一番安いやつ。さっきの同じやりとりを逆でやいよんでないかお前ら。先にそれ言ってきたのはお前だろ。しかしまあやっぱ思ったわ、俺一人じゃ清掃の取り回しがきつすぎる。当たり前じゃん、一人で社長と唯一の社員やってんだから。でもなー、金がなー。そろそろお話いいですか？お、そうだったそうだった。お前ゴミどもをトレインしてくるにしても限度ってもんがあんだろ。褒められてないですよね。それはそうと、助けていただいてありがとうございました。おう、この世の中の女性の味方ですからね俺は。気にすんな、おかげでこっちも猛獣が確保できたしな。トモリは少し辺りを見渡して誰もいないことを確認すると自分を呼び指す。もしかしてその猛獣って
ともりのことですか？ともりっていう発音だよね。ともりっていうのか。そうそう、お前は死んで地獄に落ちてきた亡者で、俺は亡者を各地獄へ送るのが仕事。どっちも地獄じゃないですか。そうだよ、 Go to hell だよ。ここはまあ入り口みたいなもんだ。へー、じゃなくて、なんか言葉の一つ一つが全部パニック級なんですけど。確かにね。一つずつ大騒ぎしてもいいですか？それと理解が早い人が聞いたらさ、え、自分地獄に送られるのって思うところですからね。送る道ですがら、いくらでも騒いでくれ。騒ぐやつを連れていくのも俺の仕事のうちだ。なんだ、電話かな？ごめんね、私の受霊器の音。うわ、課長からだ。というわけで先に帰るね。おう、サンキュー。もう我が家のに呼び出しか。大変だな。まあしゃあないね、これもお仕事。じゃあともりちゃんだっけ。送り狼気をつけてね。おい、いきなり何言ってんだ。おごってもらうのはまた今度でいいからね、やつしろ。悪いな、当日券しかねえんだわ。わあ、ケチなやつじゃ。割引券とかそういうのを使うタイプの。とりあえずこれでこのマップクリアーってことですね。こんな感じか。そしてクリアボーナスが手に入って、これこういう装備アイテムもあるらしいからね。これが一連の流れか。どうして私が地獄なんだろう。天国が良かったな。すごい泣き方してるこれ。なんかギャグ漫画みたいな感じの泣き方してるこれ。まあこればっかりは諦めるしかない。虫一匹殺してもアウトだったりするし、セーフだったりもする。完全に無理ゲーじゃないですか。だから諦めるしかねえってこと。それにしても長い地下道ですね。さっきは入り口みたいなもんって言ってましたけど、ここは地獄じゃないんですか？まあここも地獄っちゃ地獄なんだけど、攻め具を負わせる施設が本当の意味でも地獄だな。攻め具、やっぱり血の池とか針山とか竜巻や宇宙地獄なんてのが。後半なんなん、後半のセンスなんなん。なんか違うのも混ざってたような気がするが、まあ割とそんな感じ。まあみんなが思ってるような地獄なんだろうな。怖い、やだな、怖いな。怖いどこじゃねえぞ、トラウマになっちまうぞ。そんで俺はそこに亡者を連れて行ったら報酬をいただけるってお仕事をしている。いわゆる鬼ってやつですか？そう言われれば鬼っぽいですもんね。え、どこが？なんか角あるし、金棒持ってるし。角って言ってもさ、なんか車のフェンダーについてるフェンダーポールみたいなやつですけどね、これ。亡者がよく言う定番セリフだな。頭のこれは受霊器で、仕事の連絡を受けたりする機械だ。あ、角ちゃうんじゃこれ。確かに機械っぽいなと思っとったけどさ、角ではないんじゃ。電話とは違うんですか？電話じゃねえな、受信専用だし。そもそもこんなちっちゃくないだろう、電話。いやー、最近スマホとかあるからね。そのうちこのサイズの細い電話があってもおかしくないなって思ってしまう時代がある。そうですかね。と、そうそう、出口だ。あ、出てきた。普通の街だ。ここは地獄の目抜き通り。ま、いわゆる中心地。それっぽく言うなら地獄の一丁目ってところか。あ、ここ地獄なんじゃな。ほんま地獄っぽくない見た目の地獄なんじゃ。攻め具ってなんだろうっていうぐらい。だってさ、普通にこういう電気屋とかさ、お店並んどるけんさ、割と過ごしやすそうだ、言い待ちっぽい感じがするで、お前。ふるさと納税もあったなしなんじゃん。なんかちょっと古い感じだけど、私がいたとことそんな変わんないですね。何この住みやすそうだ地獄は。ゲースのことを俺は知らんが、亡者はみんな同じこと言うな。人通りも多い。あれみんな鬼さんなんですか？あれはただの人で鬼ではないな。俺みたいに地獄に送ったり、
そういう関係職についている連中が鬼って言われる。あ、普通の人間の人が職業に就いたから鬼って呼ばれてるわけで、その最初から生まれた時から鬼ってわけじゃないんじゃ。なるほど、確かに鬼さんだけじゃ街は成り立たないですもんね。っていうか、格好も元の世界と変わんないですね。ちょっと流行りが古いかなってのはありますけど、いや、全体的にレトロ感？そうなのか？まあ、お前はなんか奇抜なファッションしてるけども。どこが？すごい可愛いよね。なんでお菓子こんなに詰め込んでんだ、お前。お前はキャンチョメか？そうですか？普通だと思うんだけどな。結構可愛いけどね。ほら、あそこにいる人とかすごい格好じゃないですか。ん？トモリが指さした方向には見るからに変な格好をしたやつが立っていた。そいつはこちらに気がつくとすぐさま駆け寄ってくる。おい、わー、確かに奇抜だ。コスプレ会場でもなかったらこんなやつおらんぞ。お前、私たちですか？そう、お前たちのことだ。ここらにうまいおでん屋があると聞いたが、どこだか知っておるか？知らん。コンビニでも行けっての。手で追い払う仕草をすると、変なやつは舌打ちしながら去っていった。変なやつ言うよげんだ。服装は変、わっとっと変っていうか、ちょっとさ、エッチなんですけど。いや、体透けてるじゃないですか、お前。これはへその緒とかさ、この辺とかちょっとエッチじゃないか、お前。なんなんだ一体。変、ちょっと露出狂寄りな感じの服装でしたけど、ほんまにコスプレとかじゃないとさ、この服を日常的に着とったらちょっと変な人扱いされる感じのやつだよ、お前。ちゃんと変な人もいるんですね。ちゃんとっていう言い方おかしい。なんか矛盾したこと言葉並んでますけどかな。ちゃんと変な人もいるって、ね、すごい矛盾した言葉出てきましたけど。おい、待て。あんなチンドン屋、こっちでも見たことねえわ。そうなんですか？じゃあ珍しいもの見れてよかったですね。ポジティブだな。いいことなのか。どっちかって見たら呪われそうな類な気がするが。俺は言葉の後軽く咳払いして一旦間を置く。まあなんだ、ともあれ地獄へようこそ。あ、オープニング。ゴーヘルゴー、突き落としてよ。よろしく頼んます。